どうも、ディーズプロジェクト田中夏希です。よろしくお願いします。今日はモンストのガチャやっていきたいと思います。ガチャって言っても今日は夢玉ですね。この夢玉で引けるガチャをやっていきたいと思います。私が今30いくつあるので、今回はそれを全部使い果たして、リリムとサジとクトゥルフが当たるかどうかやっていきます。私の目標はね、サジが欲しいんだよね。それじゃあやっていきましょう。イベント10連ガチャ32個ありましたね。じゃあ行ってみましょう。ガチャル、いや頑張って集めたんですよ。これを決めたもね、引っ張れ、いけ、こいこいこい、サジサジサジ、次の卵は4つだね。来たか。違います、ゾウさんです。ゾウだけど竜な感じですね。はい、来たあ、クトゥルフ来た、やばい。ちょっとこれ楽しみを取っとこう。最後、あー惜しい、あと22個ですね。いきましょう、ガチャル。うわー、クトゥルフとりあえずゲット。私が欲しいのはサジ、可愛いからね。いけ、金の卵。あー、やばい、2体だ。やばい、すごい嬉しい、やばい、超嬉しい、サジゲットした、やばい、ありがとう神様。あ、クトゥルフ2体目。あー、もう私もう OK な感じ。でも欲張ってね、あと12回ねいっちゃいますね。これでリリムも当たったらすんごい特別嬉しいね。いけ、リリム、あ、結構大きいの卵、みたいな感じですね。はい、じゃああと2回1個ずついきます。あー緊張する、やっぱり携帯前に出せば私当たるかもしれない。けお金ゲット、よし。これはね、鳥にリリムが来れば。どうせに最後いきましょう。はあ、しょっ、ほい、あー違ったね。スピタスエースゲット。今回リリム以外のサジとクトゥリトフだけゲットできたので、見ていきましょうね。え、リリムがどこだっけか。あ、いたサジいました。妖精キラーの侍キラーで貫通タイプ、自身のスピードがアップで友情コンボが16方向に、おお乱れ打ち、結構使えそうな感じだね。ねっつちゃった。スピードが235で高めなんじゃないかなと思います。やばい、このね、かわいいよね。これ一番欲しかったの、ゲットできてよかった。あといたね、クトゥルフだ、クトゥルフ、魔人キラーで、コズミックホラーのスピードアップ、友情コンボ、フレーム、近い敵に向かって無属性の範囲攻撃、やったー。今
今回32回中サジ1体クトゥルフに3体ゲットできました。皆さんは何回やって3種類のキャラ出ましたかね。よかったらコメント欄にじゃんじゃんコメントください。以上ディズプロジェクト田中夏樹がモンストのガチャ夢玉のガチャをお伝えしました。じゃあねまた見てね。ディズプロジェクト田中夏樹チャンネル登録よろしくね。次回もお楽しみに。